パ、忘れ物はない？うん、ないよ。本当？キャンプのしおりは？ハンカチも余分に入れてる？山の方だと急に涼しくなることもあるし、ウィンドウブレーカーとか上着も。大丈夫だって母さん。寝る前もさっきもちゃんと確かめたんだから。確認は何度やってもいいんだから。だってさ、確かあれはタクマが小学校2年生の時、お弁当忘れたまま遠足に行って泣いて帰ってきたのがあったじゃない。もう何年前の話だよ。まったく。向こうについてもあんまり夜更かししちゃダメよ。あとバスの中でスマホ見すぎるのもダメ。車酔いするからね。ああ、わかったわかった。それからまだ何かあるの？ズボンの内側にお守り縫い付けといたから。お守り？どういうこと？どうしても困ったことがあったらそれを見なさい。わかった？僕もう子供じゃないんだけど。あら、母さんにとってタクマはいつまでも子供よ。もうそういうのいいから、行ってきます。じゃあ行ってくるから。待ちなさい、タクマ。これ忘れてた。母さん、もう時間ないから。僕行くからね。ダメよタクマ、戻っていらっしゃい。タクマ、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 クマ、ま、タク。だから、忘れ物なんてしてないって。どうしたんだよ、母さん。タクマ、起きて！タクマってば！あっ！タクマ、よかった、起きた。あぐ、もん？夢か。夢？タクマ、大丈夫？え、ああ、うん。ごめん。なんかまだ頭がぼーっとしてて。で、ん？ここ、どこだ？僕にもわかんないよ。気づいたらここにいて、タクマが倒れてたんだ。でも、なんでこんなところに。いや、それより僕は何をしてたんだ。タクマ、忘れちゃったの？ごめん、なんか記憶が曖昧で。僕たちがここに来る直前のこと覚
覚えてない？食前？何も覚えてないのか。僕たちはまずみゆきを助けるために廃工場に行ったんだよな。そうそう。そこで、そうだ、ピエモンと戦って勝ったんだ。そうだよ。けどその後みゆきが霧に飲み込まれて、僕たちはそれを追いかけた。そしたらなぜか音楽室みたいなところに出て、そこでみゆきと会ったんだ。よかった、たくま。ちゃんと思い出せたみたいだな。ああ、そうみたい。そういえばみゆきは？みゆきはどこに行ったんだ？僕にもわかんない。僕が気づいた時にはたくま以外誰もいなかったぞ。あれこれ考えるのは後だ。まずはみゆきを探そう。みゆきどこに行っちゃったんだろう。そんなに遠く離れた場所にはいないと思うんだけど。もっと向こうも探してみるか。いや、いきなりはやめておこう。奥の方は木が生い茂ってて薄暗いし、何があるかわからないから。それにしてもなんか変だな。変って？なんだろう、この森違和感があるっていうか、いつもと何かが違うような。それなら僕にもあるぞ。アグモも何か気になるのか？何が気になるんだ？今の声って。たくま！僕にも聞こえたよ！あっちだ！あそこ見て、みゆきが倒れてる。みゆき、ここは私。みゆき、僕がわかる。たくまさん。みゆき、よかった。大丈夫？怪我はない？はい、多分。でも、私たちどうしてこんなところに。よかった。本当に大丈夫そうだね。え？あ、いや、もしまた前みたいにちゃんと話せなくなってたらどうしようかと思って。心配してくれたんだ。当たり前だぞ。みゆきも僕たちの大事な仲間だからな。たくまさんとアグモンにそう言ってもらえて、私、嬉しい。それに、これまで、私たち兄弟によくしてくれて、本当にありがとう。やっとだ。やっと、ちゃんとお礼が言えた、かな。お礼なんて、そんな気にしなくていいよ。僕は、そうしたかったから、そうしただけだから。僕も、たくまと一緒だぞ。私も、私の意志で、たくまさんにお礼が言いたかった。私たちって、同じことを考えていたのね。そうだったのか。今までみゆきとこんな風に、ちゃんと話したことってなかったね。ここに来る前の場所でもみゆきはちゃんとおしゃべりしてたよ。
あの時は急だったし、ゆっくり話したわけじゃないからさ。そっか。ある意味、初めまして、だよね。たくまさん。うん。それじゃあ改めて、よろしく、みゆき。アグモンも、よろしくね。よろしく、みゆき。それでたくまさん、アグモン、ここは一体、どこなの？ごめんなさい。私、ぼんやりしてた時のこと、あまり覚えてなくて。謝らなくていいよ。それに、実を言うと、僕たちもまだ、ここがどこなのか、はっきり分かってないんだ。でも、森がいつもと違って、なんか変なのは分かってるぞ。そういえば、さっきもそんなことを言ってたよな。アグモンは、何がいつもと違うと思ったんだ？この森、僕たちみたいな奴らの気配が全然ないんだ。アグモンみたいな奴らって？うん。ファルコモンやドラクモンや他のみんなの気配も全然しない。それってどういうこと？それは僕にもわからない。けど、ファルコモンたちの気配も他の奴らの気配も何にもないなんて、やっぱり変だよ。みんなと遠く離れちゃったってことなのかな。パッと見た感じだと、さっきまでいた工場の近くでもなさそうだな。あの妙な島のどこかだとは思うんだけど、廃工場に向かう途中にも森があったけど、あそこには花なんて。どうかしたのか？何か分かったの？いや、まだ何も。たくま、これからどうする？ああ、うん。僕もそれを考えてたんだ。ここでじっとしててもどうにもならなそうだし、かといってむやみに歩いて迷ったりしても大変よね。敵の気配はしないけど、先に僕が見てこようか？二手に分かれるの？そんなの危なくないかな？そう言われると、たくま、どうしたらいいと思う？やっぱり三人で一緒に周辺を調べてみるのがいいんじゃないかな。じっとしててもどうにもならないと思うし、バラバラになるのは避けたい。ひとまずこの辺りには霧は出てないみたいだし、注意しながら探せばそう危険なこともないと思う。二人ともどうかな？もちろん、僕はたく賛成だよ。うん、私も。そうと決まれば。と言っても、どっちに向かえばいいんだか。たくま、見て見て、あれ！ん？あそこ、明るくなってる。本当だ。さっきまでは薄暗かった。あそこだけ、ぽっかりと光が差し込んでる。こっち来いって言ってるみたい。
よし、ともかくあの光の方向へ進んでみよう。ずっとうなってるけど。いや、ちょっとこの辺りの景色に見覚えがあるような気がして。でも単なる気のせいかもしれないから。ほら、いつもの校舎の近くの森にもこんな風に彼岸花が咲いてたろ。それで見覚えがあるだけかもしれないし。そうかな。僕はこんな景色見たことない気がする。似てるけどちょっと違う。たくまさんが覚えてる彼岸花の景色はもっと別の場所のことなのかな。場所がどこなのか、たくまさんは知っているの？もしかしたら、いや、多分、きっと。たくま、急にどうしたんだ？たくまさん、待って！二人ともこっちに！僕の思ってる通りなら、この先にあれがあるはずだから。トンネルだ。僕らはこれを通って神社に行って、それからあの世界に。たくまさん、それってもしかして、その私たちは。そう、僕たちは。ええ、なになに、どういうこと？僕全然わかんないよ。ここはアグモンが住んでいた世界じゃないかもしれないってことだよ。え？それってどういう意味？僕がいた世界じゃないって。それじゃあここは。とにかくトンネルの先へ行こう。それで全てはっきりするはずだから。景色だ。神社へ向かう前のこの道、変な霧だってもうない。僕の予想は間違ってなかったんだ。ここは、僕たちは、僕ら帰ってきたんだ。あの世界から出られたんだ。え？じゃあここはたくまたちのいた元の世界ってことなの？そうだよ、そういうことだよ。へー、ここがたくまの住んでた世界なんだ。よかったね、たくま。
ありがとう、アグモン。びっくりしたし、ちょっと変な感じだけど、タクマの世界に一緒に来られるなんて。僕、なんか嬉しいかも。僕もだよ。よかった。成功したんだ。え？成功？それってどういう？覚えてない？あの音楽室でのこと。音楽室？そういえば、あの時。そうだ、思い出してきた。みゆきが歌を歌ったんだ。そしたら白い光が現れて、僕らを包み込んで。あれはみゆきがやったってことなの？あそこで魂の半分を取り戻した私は、なんとかタクマさんを助け出すことができたの。それじゃあ、ここへ戻って来られたのは、みゆきのおかげだってことなのか。うまくいくかどうか、自分でも自信なかったんだけど、大丈夫だったみたい。本当によかった。ちょっと待って。僕はみゆきのおかげで戻って来られたんだとして、他のみんなは？わからない。私の歌にどれくらいの力があるのか、自分でも試したことはなかったから。歌？歌ってあの音楽室で歌ってた。それとこの世界に来たことと何か関係があるの？あの歌はね、私の家に代々伝わっていたものなの。あの歌が向こうの世界とこっちの世界をつないでくれるの。タクマ、タクマ、あっちの方なんかいる。まさかピエモンたちが。この気配は僕たちみたいなのじゃなくて、タクマたちと同じ人間の気配だ。なんだ、びっくりした。でも人間の気配ってことは、もしかしてミノルさんやアオイさんたちの可能性もあるよね。アグモン、どうなんだ？そこまではわかんない。アグモン、ミユキ、このままもう少し進んでみよう。タクマさん、あれ、本当にミノルたち以外の人間がいた。これで今度こそはっきりした。ここは間違いなく元の世界だ。そうですね。でも、みゆき、どうかした？なんでもないの。ちょっと気になることがあっただけ。みゆき、大丈夫？でも、こっちの世界に戻れてるんじゃないかって気になってる？え？僕も気にはなってるんだ。だけど、あの時音楽室にいたのは
僕たち三人だけだったから。みんなもこっちに戻ってるかもしれないって期待するのは、やっぱり都合が良すぎるかな。私、ごめんなさい。あ、ごめん。みゆきのせいだって言いたいわけじゃないんだ。そうだよ。みゆきは悪くないよ。違うの。私、別のこと考えちゃって。もちろん、他のみんなのことも心配なんだけど。今って、いつ、なんだろう。え？あ、いえ。私、ずっとぼんやりしてたから、時間の感覚もわからなくって。ちょっと、気に、僕たちが行ってから一週間ってるはずだけど。さあ、ちょっと、まずいかも、です。あっちの人たちが、悪魔の方をチラチラ見てる気が。って、そうだった。悪魔、急いで隠れて。え？たくま、どうしてなんだ？言ったろ、こっちの世界じゃ、悪魔はすごく珍しいんだ。もし見つかったら、大変なことになる。でも、少しの間、僕とみゆきが、あの人たちに話を聞くまでの間だけだから、隠れてて。わかったよ。少しの間だけだからね。ひとまず、見つかる前に何とかなったかな。そうだね。それで、あの人たちに話を聞くって言ってたけど、何を聞くの？まずは、こっちの世界で僕たちのことがどうなってるのかを確認したい。僕たちやみゆきが何日も行方不明になってたんだ。絶対に騒ぎになってると思うんだけど。そうだよね。とにかく、あの人たちに話を聞いてみよう。Thank you.
みゆき、どうしたの？なんか元気ないね。そういうわけじゃないんだけど。言いづらいことなのかな。言っても信じてもらえるかどうか。僕はみゆきの言うことなら信じるぞ。もちろん僕もだよ。それに、ついさっきまで別の世界に行ってたんだから、これ以上驚くこともないっていうか。確かにそうかも。あのね、たくまさん、私こっちの世界に戻ってからずっと変な感じがしてたの。ここは確かに元の世界なのに、なんだか私の知らない場所みたいで。それってどういう。たくまさん、今って何年なのかな。そりゃ今は西暦2020。2020、やっぱり違うんだ。違うって何が違うんだ。ここは私が住んでた頃と時代が違うのかもしれない。え？それ何かの間違いとかそんなんじゃないんだよね。だって私が住んでた頃は神社は廃墟なんかじゃなかったもの。それにコンピューターって何？私そんなの知らないよ。周りの風景もさっきの人たちの服装も全部私の知ってるのと違う。ねえ、たくまさん、これってどういうことなのかな。まさか時間の流れが違うせい。どういうこと。アグモンたちの世界とこの世界は時間の流れが違うみたいなんだ。実際僕たちはあっちの世界で何日も過ごしたはずなのに、こっちではほんの数時間しか経ってないってことになってて。ここは私の知ってる元の世界とは時代が違っちゃってる。私どうしたらいいか。みゆき、みゆき、顔色が悪いみたいだな。どこかで休んだ方がいいと思うよ。そうだな。校舎までもう少しだからそこで休もう。みゆきももうちょっとだけ頑張ってくれる？着いた。しかしこうしてみるとこっちの外観は見慣れないな。ここ見た感じ私が通ってた学校と同じはずだけど、なんだか綺麗になってる。ねえ、たくまさん、これからどうする。どうするって休むんじゃないの。でもよくわからないことも多いし、いろいろ調べた方がいいのかなって。校舎の探索ってこと。探索っていうか、まずは先生を探してこっちの状況を聞くのがいいのかもしれないけど。そうなるとまたアグモンには隠れててもらった方がいいのかな。またそうだな。まずは誰か先生を見つけよう。きっと先生たちも僕らのことを探してるに違いないし、それに先生は何か知ってるかもしれない。そのためにも、悪いんだけどアグモンには隠れててもらわないと。
れるの？僕タクマと一緒がいいよ。さっきだってぬいぐるみのふりして大丈夫だったんだし、僕も行く。ダメだよ、さすがに学生たちに見つかったら気づかれちゃうし。ごめんね、アクマ。にゅん、わかったよ。でも、早く戻ってきてね。よし、それじゃあアグモンは建物の陰にある茂みのあたりで隠れてて。おばあさんと違って学生たち相手だとぬいぐるみじゃないのはすぐバレるだろうから、くれぐれも気をつけて。いいな。かくれんぼみたいだね。かくれんぼか。うん、僕頑張って隠れてる。頼んだぞ。じゃあ僕たちは校舎に入って情報を集めながら先生を探してみよう。ユキ、どうかした？あ、ううん、急にテレビがついたからびっくりしちゃって。ああ、誰かがリモコンでつけたんじゃないかな。ニュースみたいだけど。そんなこともできちゃうんだ。それに、色までついてる。綺麗。今日のニュースって言ってるけど、日付が僕らが神社に行ったのと同じ日だ。本当にあっちの世界に行ってから時間が経ってないんだな。そうだね。けど私は違う。私があっちの世界に行ったのはもっとずっと前。ってる現場ってあの神社の近くじゃないか。大規模な崖崩れが発生、課外キャンプの生徒らが行方不明って、やっぱり騒ぎになっていたんだ。
ス。あれ、このロープウェイっていうか、廃線になっていたロープウェイで事故。このロープウェイ見覚えある。これってまさか。滑りで廃工場が倒壊、付近の道路が寸断されている。って、この場所、たくまさんも見覚えあるよね。あるも何も、ここは僕らがさっきまでいたリエモンと戦った場所じゃないか。やっぱりそうなんだ。そういうことなんだ。そういうこと？ちょっと待って、頭がこんがらがってきた。これって偶然の出来事じゃないの？やっぱりそういうことって。みゆきは何を知ってるんだ？私も全部わかってるわけじゃないの。でも知ってることはちゃんと説明するね。そのためにもたくまさん、どこか他の場所に移動しよう。わかった。ここじゃ他の人に話を聞かれるかもしれないしな。ここなら誰かに聞かれる心配はなさそうだな。うん、それじゃ早速話すね。と言ってもこれは全部私の推測なんだけど、うん、私たちがいるこの世界と私たちが飲み込まれたあっちの世界はつながってるんだと思う。それはそうだよね。出なきゃ行ったり来たりできないよ。そういうことじゃないの。あっちの世界で何か事件が起きるとそれと対応するようにこの世界でも何かが起こる。え？さっきテレビのニュースで言ってた事故、あれもきっとそう。それって…思い出して、たくまさん、ロープウェイや廃工場で何があったか。つまり、二つの世界は重なり合うように影響し合ってる。正確に言えばあっちの世界の出来事がこっちの世界に影響を与えてるんだと思う。その証拠にと言えるかわからないけど、二つの場所には共通点もあったの。しかして霧？そう、どちらにも霧が立ち込めてた。何かが起きるときは必ず霧があたりを覆ってたの。ということはあっちの世界で霧が出ているところには悪いことが起きて、そのうちこの世界にも影響が出る、そういうことなのか？やばいじゃないか。あっちじゃこの校舎にも霧が出てた。あそこにはまだみんないるかもしれない。あっちにいるみんなにもしものことがあったら。このことを知っているのは
私とタクマさんだけ。つまり止められるのは私たちだけしかいないの。え？それってつまり、いや待って、冗談だよね。そう、みんなを助けられるのも私とあなた、タクマさんだけ。私たちがあっちの世界に戻ってみんなを助けないといけないの。だからって僕らに何ができるんだ。現に僕らはあっちの世界に戻る方法さえわからないんだよ。戻る方法ならあるよ。え？私の歌で二つの世界がつながるのをタクマさんも見たでしょ。あれは水瀬家に代々伝わる力なの。私ならもう一度二つの世界をつなげられる。水瀬家に代々伝わるって、それじゃあのおばあさんが言ってた集団失踪事件で消えた水瀬家のお嬢さんって。うん、私のこと。やっぱり。それじゃあみゆきとハルがあっちの世界に行ったのは50年も前。そういうことになるね。みゆきの受け継いだ不思議な力っていうので、あっちの世界に戻れるかもしれないのは分かったけど、もし仮にまたあっちに行けたところで、霧が相手じゃん。あの霧を操っているのは、主なの。主って？私から魂を半分奪っていた主。あっちの世界で、子供たちを飲み込んでるのも、その主なの。だけど、どうしてその主は、みゆきの魂を奪ったりなんてしてたんだ？50年前、私があっちの世界にさらわれた時、他にもたくさんの子供が同じようにさらわれたの。だから、私も最初はただの偶然なんだと思ってた。けど、違ったの。主の狙いは、巫女の血脈。巫女？もしかして、みゆきのことなのか？私が水瀬家が受け継いできた聖なる力、それが欲しい主は何百年も待ち続けていたの。恨みを晴らすために。タクマさん、お願い、私主の因縁を断ち切りたい。あの子ハルを救うためには主を止めたいの。止めるったって、一体どうすれば？私にもわからない。でも、何もしないわけにはいかない。何より私、ハルを一人ぼっちにはさせられないから。みゆき。それに、あっちの世界が壊れていけば、この世界だって無事じゃ済まないと思うの。みゆきの言う通りだけど、僕だってみんなを見捨てたくなんかない。タクマさん、それじゃあ
だけど僕なんかに何ができるって言うんだ。僕はただの中学生で、みゆきみたいな特別な力もない。あっちの世界で必死に戦ってきたけど、本当はアグモンがいるじゃない。今までだってタクマさんはアグモンと一緒に危機を乗り越えてきたでしょ。そこにいるの、タクマか？え？おお、やっぱりタクマか。無事だったんだな。先生！まったく、戻ってきたならちゃんと報告してくれ。ずいぶん探したんだぞ。ヤジウマだか、本当に行方不明だか、わからない学生もいて今大変な状態なんだ。すみません。タクマはミノルたちと一緒に行動していたはずだが、他のみんなはどうしたんだ？それに、その子は？私はその…実は僕、みんなとはぐれて道に迷っちゃいまして、この子に案内してもらってたんですよ。ね。そうなんです。私、ここが地元なので。そうだったのか。とにかく、お前だけでも無事でよかった。他の連中も無事だといいんだが。とにかく、タクマはこのまま校舎に待機しててくれ。そっちの君も騒ぎが落ち着くまでしばらくここにいた方がいい。まったく、崖崩れだけでも大変なのに。崖崩れだけでもって、他にも何かあったんですか？崖崩れが起きた現場の古い神社の方で、熊だか喋る化け物だかが出たって、とんでもない騒ぎになっているらしい。化け物？それって、ああ、いやもちろん言葉を喋るってのは何かの間違いだとは思うぞ。目撃した人はよっぽど気が動転してたんだろうな。人の言葉を喋る化け物って、まさか、アグモンか？いや、アグモンは近くの茂みに隠れてる。見つけるのはまだ早いよ。ミノルたちのうちの誰かがファルコモンたちと一緒に来てる可能性も。それなら私たちみたいに他の人に見られないよう隠すんじゃ。それにこっちの世界に戻る直前、最後の最後まで私たちの近くにいたのは。それって。もしかして。二人ともどうした？心配なことがあるなら今のうちに先生に。みゆき、今すぐ確かめに行こう。うん。おい、二人ともどこへ行くつもりだ？先生、ごめんなさい。どうしても行かなきゃいけないんです。アグモン、お待たせ。ああ、やっと戻って
僕待ちくたびれて。悪いけど話は後だ。今はすぐに神社に向かわなきゃいけないから。え？なになになに？アグモ、急いで。あれ、タクマさん、お前も無事だったんだな。おい、って言っちゃった。タクマ、ミユキ、待ってよ。うわ、今ね、なんだ、着ぐるみじゃないよな。さっきのあれ、何だったの？化け物だろ！あんな暴れててさ。タクマさん、今の聞いた？ああ、これは思った通りのヤバいやつかも。急ごう。あ、ちょっと、君たちそっちには行かない方が。タクマ、ミユキ、早すぎるよ。何がどうなってるの？ああ、こっちにも化け物。タクマ、大丈夫？出て、焦りすぎて足滑らせたけど、大丈夫。おい、お前さんたち、どこへ行くつもりだ？そっちは危ないからやめとけ。タクマさん、急がないと。わかってるけど。転んだのか？大丈夫か？タクマなら僕がついてるから大丈夫だよ。うわあ、化け物、こっち来るな。ああ、もう、ミユキ、アグモン、走るぞ。ここは私は一体。なになに、こんな時にコスプレ？裏の祠も倒壊して大変不安定な状況です。野次馬は前に出ないで下がって。人間ども、しかもこんなにたくさん、どういうことだ？あの時私は渦に巻き込まれ、主が私を裏切ったというのか？なになに、何なの？なんだお前は。こっちを向いておとなしく。うっとうしい。うわあ！悪魔さん、この音。それにこの気配。タクマ、敵がいるよ。あれ見て。やっぱりピエモンがこっちの世界に来てたのか。あ、ひどい。神社が完全に崩れてる。これじゃ裏の祠も。裏の祠？それがどうかしたのか？ちょっとそこの君たち、危ないから下がって。やばい、下がって、みんな下がって。なぜだ？私は主様に忠実に仕えてきたというのに。それなのに、どうしてこんな仕打ちをするんだ。ピエモン。ミユキ、近づいちゃダメだ。あいつどう見たって正気じゃない。ピエモン、あなた間違ってるわ。なんだと？
私のどこが間違っているというのだ。あれは、武士はあなたの思っているような存在じゃないの。そんな、でたらめを言うな。悪魔、頼む、みゆきを守ってくれ。任せて、たくまの願いなら僕は何でもするから。キーン。うわ、みゆき、今のうちにこっちに。うわ、人間に媚びを売る裏切り者がどこまでも邪魔をしよって。私の邪魔をしたことをここで後悔させてやる。お願い、少しでいいから話を聞いて。私を騙して何をしようとしているかは知らんが、その手には乗らん。違うの、お願いだから私の話を聞いて。ユキ、前に出ちゃダメだ。でも、私はお前を連れ戻し、主の寵愛を取り戻すのだ。だからそんなことをしたって何の意味もないのよ。まだ言うか。私にはわかるの。魂を奪われている間、主と同じ世界を見ていた私には、主はあなたのことなんて最初から何とも思ってない。お前の言うことなど誰が信じるか。でたらめだ、何もかもでたらめだ。武士を冒涜する者はこの私が許さん。アグマ、分かってるよ。タクマ、戦う準備はできてる。まずは邪魔なそいつらを血祭りにあげる。それから巫女、お前を主の元へ送ってやる。タクマ、来るよ。分かってる。アグモン、戦うぞ。やっべえ、これマジ？なんかの撮影？いや、これマジなやつじゃないの？あの小さい方とかリアルすぎるって。ええ、ちょっと写真写真。君たち、何か下がってここから避難して。
げえ、超大迫力じゃん、映画見て。ねえ、もっと近づいて撮影しよう。やっば、これ絶対 SNS でバズるじゃん。これでも食らえ。破片飛び散ってんだけど。みんな離れて、本当に危ないから近寄らないでください。
度だって俺は勝つ。執念なんだ。お前たちよくも。すごい目でこっちを睨んでる。タクマ、どうする？どうするったって、僕とアグモンだけじゃ、これ以上どうしようも。僕ならまだ大丈夫。タクマのためなら。いくらだって戦える。アグモン、やっぱりみんなが仲間が一緒じゃないとダメなのか。二人とも諦めないで。ミユキ、私が扉を開くから、その隙にピエモンを。扉？見込め、何をする気だ。天に輝う。すごい、みゆきの声綺麗だ。なんだ、急に風が。たくま、あれ、この白い光。これは、なんだ？この白い光。これが、巫女の力。タクマさん、今です！うわ！何をする？決まってる！このまま向こうの世界に返すんだ！やめろ！やめろ！やった。タクマ、大丈夫か？僕は平気。よかった。タクマさん、私、決めたよ。決めたって、何を？タクマさん、崩れた神社を見て、私が言ったこと覚えてる？裏の祠が崩れたってやつ。そう、あの祠は主にとって重要な場所なの。今まではあの祠のおかげで主の力がある程度抑えられてたんだけど、あれが壊れたってことは、霧があの島を覆い尽くすのにそう長くはかからない。霧が島を覆い尽くす？そんなことになったら怖い霧に飲み込まれちゃうよ。
もう時間がないの。あっちの世界にも、この世界にも。このままにしていたら、いずれはこの世界にも大きな影響が出てしまう。僕は、どうしたらいい？お願い、力を貸して。この世界を、みんなを守りたいの。この世界を、何より仲間たちを守って。そして私も。主は私を奪い返そうと狙っているはずだから。みゆき、僕は。たくま。これからどうすべきかずっと迷ってたけど、やっぱり仲間を見捨てることなんてできないよな。たくま、それじゃ。今までだって何度も危険な目に遭ってきたけど、その度仲間に助けられてここまで来た。その名に危機が迫ってるなら、今度は僕らが助けなきゃな。三人で、あっちの世界に、僕たちの仲間の元に戻って、主を倒そう。うん。たくまさん、ありがとう。私も、ずっとみんなに助けてもらってばっかりだったけど、今度は私も一緒に戦うから。みんなを助けるために、大事な弟を助けるために。ああ、僕が全力でみゆきを手伝うよ。これでは、どうすれば。簡単だよ。白い光に飛び込んで、あっちの世界に帰る。そうでしょ、みゆき。うん、はぐれないように手をつないで。わ、なんだよこんな時に電話って。って母さんから。まだ鳴ってる。ごめん、ちょっと待ってて。そんなに慌てなくても大丈夫だよ、たくまさん。もしもし、母さん。あ、たくま、お母さん。たくまが帰ってくるのってさ、明日だっけ、明後日だっけ。預かってたプリントどっかやっちゃって、お母さんもたくまのこと言えないわね。あ、明日だよ。明日には必ず帰るから、それくらいで電話してくるなよ。本当に母さんは。どうしたの、泣いてるの。そんな、泣いてなんか。バカね、泣くほど寂しいんなら素直にそう言えばいいのに。やっぱりいつまで経っても子供なんだから。よし、わかった。明日のお夕飯、たくまの大好きなカレーにしてあげる。カレー。そうよ、だから元気出してもう一頑張りしてきなさい。うん、わかった。
そうするよ。必ず明日帰るから。約束する。ごめん、みゆき。一つ訂正させて。え？みゆきを手伝うって言ったけど、あれ、間違ってた。手伝うんじゃない。僕たちが、僕たちの手で、一緒に、救おう。僕も、一緒に救うぞ！たくまさん、アグモン、ありがとう。それじゃあ、今度こそ戻ろう。みんなが待つ、あの世界へ。今度こそ我がよりしろとして。